こんにちは、新谷の正です。本日は奈良市の敷島町にございますイルベラージオ B と 2LDK のお部屋の紹介をさせていただきます。はい、まずですね、こちらのリビングの方から、キッチンスペースを含めて約17畳と広々としたお部屋となっております。はい、こちらの方にはですね、ダイニングテーブルを置いていただき、こちらの方にはテレビとソファーを置いていただいて、ゆったりとくつろいでいただけるぐらいの、スペースになっております。リビングの方にはこういった、収納スペースがございまして、いろんなものですね、奥行きも横幅もございますので、収納豊富なお部屋となっております。はい、またこちらですね、リビングのところにバルコニーが ありまして、こちらの方ですね、このを押していただきます。またこちらですね、リビングの方にエアコン1台備え付けとなっておりますので、夏冬快適に過ごしていただきます。はい、こちらの方にはですね、階段がございまして、こちらのお部屋2階になりますので、下の方には玄関とシューズボックスがございます。はい、続きましてこちらの方が洗面所ですね。こちらが独立洗面台のシャンプードレッサーになっておりまして、その隣に室内洗濯機売り場がございます。また奥の方にはバスルームになっておりまして、こちらではですね、自動湯張り機能と追い焚き機能となっておりますので、非常に便利な機能となっております。上の方には浴室乾燥機もございますので、こちらも便利な機能になっております。はい、そしてリビングの方に戻りまして、キッチンのご説明ですね。はい、こちらのキッチンはですね、お好みのコンロを置いていただけるスペースと、また調理スペース、洗い場のシンクの方も大変広々となっております。こちらシングルレバーで使いやすいキッチンですね。上の方にはこちら上と下と収納スペースがございますので、お鍋やフライパンも、たくさん収納していただきます。はい、またキッチンのそばにですね、こちら給湯器のリモコンございますので、温度変更もですね、すぐにしていただきますね。はい、またこちらモニター付きインターホンついております。カラーでお顔を確認していただきますので、奥様、またお子様のお留守番の時とかもですね、安心していただけるような設備がついております。はい、そしてこちらの扉を開きますと、お手洗いですね、ウォシュレット付きとなっております。はい、またそれぞれですね、2部屋用室がございまして、まずこちらの方ですね。はい、こちら6畳の用室となっておりまして、テレビやコン設置が可能となっております。はい、また収納スペースですね、こちらの方、奥行きと横幅と広々としておりますので、お洋服なども十分に収納していただきます。はい、続きましてもう一部屋ですね。こちらの、間取りは、リビングと別で2部屋個別で使えるというところがいいところですね。こちらの方も同じく6畳となっておりますので、どちらが子供部屋で、こちらを、ベッドルームとしてお使いいただくのがいいのかなと思います。はい、こちらの方はクローゼットついておりまして、はい、奥行きもございますので、こちらも、収納豊富なお部屋となっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のマスクでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。